こちらの破れた定置網。急潮と呼ばれる沿岸域に突発的に発生する強い流れによって破損した被害です。2017年今年までの間にですね、この6年間ほどで8件の急潮被害が起こってまして、特にそのうち2013年の10月にはかなり大きな被害が室戸岬の方で起きました。まあ、急潮被害を受けるというのは定置網なんですけども、定置網というのはその地域の重要な基幹産業になってまして、その定置網が衰退してしまうとですね、地域の文化とかですね、あとはその漁業に定置網漁業に関連する産業などもですね、衰退してしまうことが考えられます。そこで高知県では平成27年度から急潮関連の対策事業を立ち上げました。うちではですね、記録式の潮流計というものを用いてですね、潮流観測を行いまして、どのような潮の流れが起きているかというのをですね、観測しております。今年度はですね、4月と7月に定置網の漁業者に対してですね、注意喚起をできるようになっております。平成29年途中にですね、はですね、リアルタイムの監視システムのというのを導入することができるようになりまして、今後そのリアルタイムによる急潮の監視システムというのを活用してですね、重要産業である定置網漁業をですね、100年以上先に残すことを目標にですね、高知県全域で急潮の予測システムを確立したいというふうに考えております。